しかしながら、この神の全能の特質にはある種の制限がある。神には我々に考えつくどんなことでも勝手に実行できるわけではない。神の力を受けるにふさわしいことだけができる。したがって論理的に不合理なことや矛盾することはできない。正方形の丸とか、四つの角を持つ三角形を作ることはできない。過去に起こったものはその結果や記憶までも拭い去るかもしれないが、取り消すことはできない。その本性に反することはできない。つまり残酷であったり、無関心であったりすることはできない。ご自身が約束したことを果たし損ねることはできない。ヘブル人への手紙の記者は、神が約束をし、誓いをもってそれを裏付けたことに言及する中で、それは私たちが変わらない二つのものによって力強い励ましを受けるためです。その二つについて、神が偽ることはありませんと語っている。ヘブル6章18節。しかしながら、これらのできないことはすべて弱さではなく強さである。悪や嘘や失敗ができないことは弱点というよりも積極的な力の印である。しかしながらこの神の全能的性格にあるですね、ある制限が存在します。神は私たちが考えるかもしれないあらゆることについてですね、恣意的にそれを使うことはできません。神は神の力の正しい目的である事柄のみにですね、それを使うことができる。ね、これ素晴らしいことですよね。まあ、最近のまあアメリカの大統領はね、その合衆国大統領のすごい権力といいますか力をね、この恣意的にこれまで大統領使ったことがないことにですね、もう非常に乱暴にね、このいろんなルールにこの違反してね、この乱用してきた姿を私たちは見せられてきましたけど、それは非常に不幸な事柄でありね、歴史の一コマ4年間であったと思います。しかし私はそういう大統領を支持支えてきたのはね、アメリカのプロテスタント白人の福音派の人たちの7、8割だというこれにまた驚かされますよね。本当になんていうか、この彼らの白人至上主義的な優先主義的な価値観にかなうものであったかもしれませんけども、私は非常にひどい歴史の一コマであったように思います。かえって私はこの事柄に関してはね、民主党のリベラルな価値観の方がですね、よりキリスト教的な感じがね、平等主義で、多民族主義でね、素晴らしい、より優れたもののように思いますね。神様はですね、この全能的性格をですね、恣意的に間違ったことに使わずですね、この論理的に道理に合わず矛盾して使うことはできないお方である。彼は正方形の丸とか四つの角を持つ三角形を作ることはできない。その結果ですね、さらに記憶すらですね拭い去られるかもしれないけれども、過去に起こってしまったものをですね元通りにすることはできない。彼は彼の性質に反して
行為することはできない。彼は残酷になったり無関心であったりはできない。彼は彼が約束されたことと果たし損なわれたりすることはできない。彼は約束なされたことやその誓いをもって確かにされたことへの言及において、ヘブル人への手紙の著者はですね、それは変えることのできない二つの事柄によって、神はこれらの事柄のゆえに偽ることができません。私たちが力強い励ましを受けるためですと、ヘブル6章18節で語っています。しかしながらですね、それらのこの神の不能性をですね、のすべてはですね、弱さではなくですね、神の強さである。悪をなすこと、嘘をつくこと、また失敗することの不能性はですね、失敗というよりもむしろ積極的な力の印であると思いますね。この4年間の合衆国の、まあ、トランプ大統領のね、この無数の、まあ、嘘をつきまくったというね、この SNS を通してね、ツイッターを通してこのそういう、まあ、姿を見るとですね、彼の強さはですね、本当にですね、逆に、彼のですね、この弱さといいますか、このであるというふうにね、私たちは断言できるのではないかと思います。まあ、そのような人を、まあ、支持してきた、まあ、教会の弱さであると思います。私はこの非常に同じ福音派としてね、まあ、恥ずかしい、そういう気持ちになりますね。このそれのようなニュースが流れるたびにね、福音がそれを彼を支持しているというのはね、いや情けない、ことだなと4年間この思い続けてきましたね。彼が敗れて、そしてまあ最後はまあ、国会でですね、クーデター騒ぎのような、この反乱のようなね騒ぎとなって、今なんて言いますか、この裁判にですねかけられようとしておりますけどね、まあ、彼の最後にふさわしい、まあ幕切れで、あと彼には二度とまあそういう力を持ってほしくない、4年後には出てほしくないと、私は、まあ、個人的に思いますね。